はい、どうも皆さん、トライアングルです。じゃあ今回も、とても難しいコースからどんどんやっていきたいと思います。クリア率 1.16% ですね。まあ、クリア率 0% 台以内のやつは、なんとか、ふやーふやーって言いながら、なんとか、クリアしたい。いきましょう。よろしくお願いします。待って!やん!あ、これ取っちゃダメなやつですね。わかりました。やり直しまーす。結構あれかな?もしかしたら、トロールコース的なやつかもしれない。キノコをとりあえず絶対取っちゃだ、え?どうする?とりあえずキノコを取っちゃダメなのはわかるんだけど。あー、なるほどね。こうね。オッケーオッケーオッケー。これでキノコを避けつつ倒していくと。じゃないと進めないよって。ヒーン!ダメ?これ。これいけない。ワンチャン、いやでも無理だよね。このコースの作った人が無理、言ってるんだったら無理だよね。てかまず多分一回取った時点で無理なんだろうな。なんかとても難しいコースでなんか初めてかもしれない。こういうなんか、純粋なキノコ取っちゃダメよコース。あんまりない気がするんだけど。よし、オッケー!で、これで進めると。中間は多分ないだろうなで、ジャンプ。オッケー。はっ!でもね、とても難しいにしてからね。意外とね、皆さんに好評なんですよ、このテンション。難しすぎてね、難しすぎてテンションが、そんなピーピー叫べないだけなんだけどね。なんか皆さんからしたらいいよっていうコメントがすごいあって。嬉しいな!よし。行くぞ。うわぁ!ちょっと待って。自分を信じろ。今です!あん!おぉ!奇跡!で、あー、これ多分ここ叩いたら?でも、あ、ん?あ、お?あ?あん?あ、あん。え?なんだ?はい。P スイッチ。あー、オッケー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 。で、多分、でかいままだったら、押せないよーっていうことだよね。そういうことだよね。助けてー兄様よし、オッケー。危ない、ごめんなさい。木馬瀬、木、ごめんなさい。貝馬瀬とならぬ、木馬瀬とが出てきました。ありがとうございます。さあ、中間あっても、えんやで。いや、これ待て、もうちょっと待とう。いい?行っていい?行っていいね。怖っ!あ、あ、ちょ、マジで?え?こんな簡単でいいの?ありがとう!めっちゃ楽しいコースだった。ありがとうございました。スピードラン風、あーでもクリア、これもクリア率 1.25 だけど、いいですかね。ちょっと、また 0% 後でやるので。じゃあ行きましょう。スピードラン風、コイン26枚。ほう、あは ?26 枚以上取ってから。スピードラン風ってことはどうなんだ?時間はでもあるね。あー確かにスピードランパイ。スピードランパイよ。こんな簡単なわけ、ござらんだろう。はい。で、壁があると。まあ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 、よく。あるやつね!大丈夫。落ち着け。時間はあると言っていた。ディアンテンコントントン。こと、トントン。な、なにトン?で、時間はあると言っていたぞ。時間はあると言っていたが、あると言っていたが!はい、ありがとう。お、0.88%。こちら行きましょうか。225回中2回と。スパイクエア。あれだよね。要はトゲーだよね。トゲコース、まあ苦手、いや、得意ではないけど、好き。楽しい。やってて楽しい。うわ、わーい嫌な予感がするよ。これ。待って。マジか。ちょっと待って。ジャンプ力があれなんだよ。マジか。いつもと感覚が違う。おん、いい。やっぱりジャンプじゃないとダメみたいですね。そうだね。上に当たる、あ、上に当たるようになってんだ。なるほど。はい!はぁ!怖いよ。怖いよ!そのままなんで普通にミスるの?トライアングルさん!下手くそ!いや、う、やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。あん!ちょっと待って。これ心折れじゃないか?マジか。人間慣れて怖いね。もうトゲに当たんなくなっちゃった。ここだ。どうすんのこれ。ちょっと待って。スピン?スピンか。スピンかな。スピンっぽいね。痛い。え、スピンかな。いや。スピンじゃない。痛いよ!スピンじゃない。え、マジで?いや。いや。いやん!よし、来たー!よーし!これでなんか抜け道あったら本当に僕石原良純になりますよ。なんでだよってなるからね。で、ここでどうせまだあるんでしょ?こっち見えたもん。待って、どうするや?嘘でしょ?嘘やん。
嘘やー。よし、来た。来た。来たぞ。来たぞ。え、どうすんの？マジでどうすんのこれ。ちょっと待って。助走つけていくか。助走つけたら死ぬか。よし。好きだ。ここで、どうしよう。これで、届かないもんね。かといって助走つけると、助走か、助走か。いや、助走、いや、助走か。こっちからの。こっちに助走して、右に助走していくとやられるから、右から左に壁伝いでいって、だいけるいけるよし、OK。で、ここで、頼むぞ。頼むぞ。さっきまでよかったんで、ちょっと時間かけ、じっ、こうか、こうか。よし、OK。え、よし、来たで、いくよ。無理！これマジで無理！ごめんなさい。ちょっとこれもっと練習しときます。これ、ちょっとね、コース出てちょっとダウンロードしとくので、これまた別日というか、ちょっと別の動画で、ちょっとこれお見せできればなと思います。ごめんなさい。これちょっと心折れた。心折れたっていうか、ちょっとまだ無理だ。ちょっと動画外で、ちょっと練習して、動画、まあ撮影しながらね、喋らずにちょっと無言でずっとちょっとやって、ちょっとこの鍵っていうか、多分このハテナブロックは鍵だと思うんですよ。あの鍵取れたあたりからちょっとまた取り直せたらなと思います。やっぱり。ごめんなさい、本当にごめん。なんで二人クリアしてんの？やーば。炭治郎の試練。上のコースは全集中で避けながら進む。下のコースは全集中でジャンプ。え？二つに分かれてるってことかな？上のコースは全集中で避けながら進む。下のコースは全集中でジャンプ。ちょ、楽しそう！行きます！二つに分かれてる炭治郎の試練だね。難易度が変わるっていうことなのかな？これもしかしたら。そういうことだよね。いや、もしかしたら一緒かもしれないけど、どちらかがクリア率 38% で、どちらかがクリア率めっちゃ難しいかもしれない。あ、楽しみ！行きましょう。よろしくお願いします。炭治郎の試練。じゃあ下行こうか。わあ！あー、これなんか簡単そうじゃない？え、これ、全集中で？あ、全集中で、あー、そういうことか。あ、まあ、まずいまずいまずい。全集中で、じゃん。あー、確かに集中、あ、Z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 。あー、なるほど。集中しないと確かに、サク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 っていけない感じだね。なるほど。じゃあ今回、次は、上か。上の方が難しいとこあるかな？え、スタートから。じゃあ上行きましょう。面白い。集中しないといけない。やばい。なるほど。こっちの方が面白そうだ。なるほど。全集中でジャンプと。行くよ。全集中。全集中したとてトライアングルさん、よし、オッケー、来た。激戦、それ沸かしますよ、いつや。こういうのも面白い。確かに全集中ですね。確かに集中しないといけない。でももうちょっと時間ギリギリだったら、もっと緊迫感あってよかった。これさ、こういうコースで、なんだろう。本当に時間ギリギリ ?10 秒マリオとかにして、全集中しないとクリアできないみたいな感じで、なんかできそうじゃないですか。なんか、本当に集中してやるみたいな。それ面白そう。作ってみようかな。よし、じゃあ最後はこちら演奏コース聞いて終わりましょうか。はい。ちょっと、とても難しいコースやると、精神もすり減れるので、たまにはなるのかな。今日は、今回たまにかもしれない。演奏コース。久々ですね。日本はもう春になりますが、この曲を楽しんでお聴きください。粉雪。行きましょう。レミオロメ懐かしいなぁ。どうなんだろう？今の世代の子知ってる子、いるよね？さすがに。いや、でもわかんないね。僕世代だと思うんだよな、粉雪。歌いたいけどね。ちょっと放送事故になっちゃうから歌えないんだよね。あれ？これって放置。オッケー。黙ります。you
ご視聴ありがとうございました。